こんにちは。どういうわけか歌と野菜が大好きな望月美里です。残暑は厳しいですが、朝晩は涼しくなってきましたね。途端にお腹が空くのは私だけでしょうか。ということで今日ご紹介するのは、美味しいと評判の高良町で栽培されたイチジクです。それでは美味しいが嬉しいが地産地消のすすめスタート。この番組は環境こだわり農業を推進する滋賀県の提供でお送りします。おいしがうれしが地産地消のすすめは、滋賀のより安全で安心なおいしい食材を今が旬に食べてもらおうと紹介する番組です。今回ご紹介するのは高良町のイチジクです。まずは最近グランドオープンした道の駅せせらぎの里高良にお邪魔します。木のいい匂いが漂っています。美味しそうな加工品に新鮮なお野菜たくさん並んでいます。秋といえばブドウですよね。いろんな種類が置いています。あ、ベビーリーフ、地元の水耕栽培野菜です。しかも無農薬の新鮮なお野菜です。こちら今年採れた新米があります。さすが高良は米どころ。しかもこちらのコシヒカリ、環境こだわりの産物です。突然ですが、今が旬、採れたて一番ランキング、せせらぎの里高良の旬のランキングをご紹介しましょう。まず第5位。はい、第5位はソフトクリームです。高良町で採れた梅を使ったソフトクリームです。とっても美味しいですよ。え、これが梅ソフトですか？普通のバニラのソフトクリームみたいですね。ではいただきます。美味しいです。この梅はですね、地元で採れた梅を使ってるんですよ。大人から子供までみんな喜んで食べていただいてます。あ、やっぱりそうなんですね。はい、第4位。はい、4位は花ですね。高良町で、柿部会の方が花を生産されております。小菊やらまた物価もたくさんあります。気になる第3位。はい、第3位はお米です。高良町で採れたお米です。本当にですね、綺麗なお水から採れたお米なので、皆さん喜んで買っていただいてます。では第2位は。はい、第2位はお米パンですね。このお米パンも地元で採れた米を使ってですね、お米を粉にしてですね、パンを作っていただいてます。土曜日日曜日限定で売っております。あ、とっても美味しそう。いただきます。とっても生地がもちもちしてて美味しいです。そうでしょう、高良町のお米で作ってますからね、もちもち甘いですよ。じゃあやっぱり土日はこのパンを買いに来ないといけないですね。そうですね、お越しくださいね。第1位は。はい、第1位はイチジクです。高良町で採れたイチジクです。ハウスで栽培されておられます。このイチジクは高良町の皆さんが作られているんですか？いえいえ、サンファーム包葉寺というところで、ハウスで栽培されております。完熟でですね、とっても美味しいイチジクです。そうなんですか。そんな完熟の採れたてのイチジク、私食べてみたいんですけど。あ、そうですか。今日はですね、たまたま上田さん、理事が包葉寺サンファームの方がおいでですので、ご紹介しましょう。こちらがですね、サンファーム包葉寺さんの理事でございます、上田さんです。上田です。上田さん、こんにちは。こんにちは。そのサンファーム包葉寺さんってどういったグループなんですか？はい、平成4年ですね、今から21年前に、当時非常に機械農業機械が高いものですから、集落のみんなで相談をして機械の共同利用を開始いたしました。順調に経過してきたんですが、平成17年に発展的にサンファーム包葉寺という農事組合法人にいたしまして、今日現在ではトマト、イチジク、それからキイチゴといった園芸作物を栽培すると。ですから土地利用型農業に園芸作物を加えた集落営農ということになったんです。今日は私、イチジクが食べたいんですよ。あ、どうぞ ご案内したいと思います。ということで、上田さんの案内で
高良町法要寺にあるイチジクのビニールハウスを訪れました。大きいビニールハウスですね。そうですね。何メートルあるんでしょうか。長さがね、75メートルあるんですわ。え、そんなにあるんですか。はい、幅がね、7.5メートル。どれぐらいのイチジクを育てていらっしゃるんですか。どれぐらいに、本数ですね。このハウス一棟で50本なんですわ。あ、もう一つのハウスでは。もう一つのハウスも50本なんで、全部で100本ですね。あ、100本も育てていらっしゃるんですか。はい、はい。そしたら、イチジクの収穫を体験してもらいます。あ、はい。これ身を持ってね、親指で軸の元をね、ギュッと押さえると取れますので。ここはギュッて。じゃあ、はい、はい、あ、簡単に取れるんですね。はい、はい、はい、こんなにたくさん取れました。美味しそうですよね。じゃあ1個食べてみてください。はい、いただきます。ジューシーですねそうです。あっさりしていて優しい味です。甘みはどうですか。うん、甘みもちゃんとしっかりしていて、はいはいはい、とっても美味しいです。はい、ありがとうございます。この美味しいイチジクを作る上でこだわりってあるんですか。そうですね、ちょっと他にはない味をということで、炭とそれから乳酸菌タケコを入れてるんですけどね。その炭はどうするんですか。 あのね、去年はね、ここをユンボで掘っていただいてね、そこに一輪車でバサッと炭をたくさん入れたんです。で、炭を入れてからね、かなり作物の味が良くなってるんで、これから炭に特化した農業に転化しようかなと思ってるんです。サンファーム法要寺さんでは、いろいろな工夫と独自のこだわった栽培方法で美味しいイチジクを栽培されてるんですね。そういうことですね。はい。で、そしたらね、もう一つ隣のハウスでね、別の野菜を作ってるんです。ちょっと見てください。はい、はい。上田さんのおすすめの野菜ってなんだ。案内されるままハウスに入ると、これはトマト。これがあのトマトベリーっていうトマトなんですね。ミニトマトです。トマトベリーは甘味と酸味のバランスが絶妙で、フルーツやスイーツのような感覚で食べられるトマト。一口食べるだけでその味の虜になってしまうほど。このハウス全部がトマトベリーなんですか。いえ、あのね、トマトベリーはこの2列ですね。そして向こうがアイコっていうミニトマトですね。ミニトマトアイコはフルーティーな甘さと肉厚の果肉が特徴的。最近注目を集めているミニトマトです。今年はミニトマトにかけてみようかなというふうに思ってます。トマトベリーとアイコはこれからが収穫シーズン。10月には道の駅せせらぎの里コーラに登場します。今が旬、サンファーム法要寺のイチジクです。そしてこれから旬を迎えるのはトマトベリーです。とっても美味しいですよ。皆さんぜひ食べてください。高良町のイチジクとトマトベリーを買うなら道の駅せせらぎの里高良へ。高良町金谷、国道307号沿いにあります。営業時間は午前9時から午後6時まで。季節ごとのいろんな野菜があって、高良町も美味しいものでいっぱいです。せせらぎの里高良からお知らせです。はい、本日より3日間秋のお彼岸セールを実施しております。小菊や物価などたくさん取り揃えております。お買い求めください。せせらぎの里高良に皆さんぜひお越しください。おいしがうれしが地産地消のすすめ、ブログも公開中ですので皆さん覗いてみてくださいね。次回は大見米の新品種水鏡をご紹介します。お楽しみに。